こんにちは、ポップグランピーの小井戸です。今日の動画はこちらの今日から始まるポップアップについて紹介をしていこうと思います。今はですね、ポップグランピーの扉を開けたらすぐ見えるところにちょっと設営をしておりまして、なのでカメラの後ろにすぐ扉があるというちょっとギリギリカツカツの状態で撮影をしているので、ちょっと角度が変だったりギュウギュウな感じがしますが、まあそんな感じで扉開けたらすぐこの光景が待ってますので、という感じで今日はお届けしていこうと思います。何のポップアップかというとこちらです。もうポップグランピーではおなじみ、靴下の産地奈良県の、高陵町で靴下を作られている靴下工場の靴下早期のポップアップです。1月21日土曜日から1月31日の火曜日まで開催をしますので、土日も2回挟むし、まあ、平日もあるのでお好きなタイミングでぜひちらっと覗きにいらしていただければなと思います。ちょっと早期について簡単に説明をしますと、まあ先ほども言いました奈良県高陵町靴下の産地で、靴下作りをもう100年近くにわたってされています。ブランドのコンセプトとしては、品質がいいのは当たり前で、日々の生活の中でこう本当にいいと思って使ってもらえるような靴下作りをということで、あの100年近くにわたってこう伝統と技術をこう受け継ぎながら、あの丁寧に作られているあの靴下です。で、こうローゲージソックス、こうざっくり編みのローゲージソックスを得意としているというか、そんな靴下を作っているような早期さんで、冬はとにかくあったかい靴下が大人気で、まあ、自転車を見に来られる方で靴下見に来て履いてもらって、また靴下を何度もリピートしていただくっていう方も多いし、オンラインショップの方にも載せてるので結構リピートしてくださってる方が多いかなと思います。とにかく気持ちいい、あったかい、そんな冬の靴下で、でも夏は夏で、あのポップグランピーでシーズンごとにこうちょっとずつ取り扱いをしていて、夏はまあアームカバーとかもやってたし、あとはリネンとか和紙とかリネンの靴下、とにかく涼しい、通気性がいい、軽いみたいな靴下をやっていたりという感じです。で、まあ、シーズンごとにいつもこう2つ3つぐらいかな型をこう置かせていただいてるんですけど、今回はこうずらっと見ていただけてる感じで、こう1,2,3,4,5,6,7,8 と、今ここがこう入り口前のカウンターで、こっちにもうちょっとこう曲がり角を経て、あのいくつかある感じになっています。で、いつもポップグランピーでやってるのはかなりシンプルな靴下で、まあ、私も大好きでめちゃくちゃ履いてるんですけど、いつもはこう割と無地のシンプルな靴下、ちょっとワンポイントがあったりとかいう感じなんですけど、今回は、せっかくのポップアップなので柄のものも あったりとか、そのパターンがあるものとかもいろいろ入ってきてます。ちょっと簡単にちらっと見ていただきますと、これ私これ可愛いなと思って、春夏系の素材なんですけど、サンダルの下に合わせると可愛いかなと思ってる、こんな感じの靴下、これは2色あります。これも結構いいかなと思っていたり、あとは、こんな感じのバイカラーになっている靴下とか、ですね、これ一見シンプルなんですけど、今ちょっと履かせてみるとこんな感じ、ちらっとワンポイント脱いだ時に可愛い靴下とか、よいしょ、立たないなど、この辺は結構普段はないような感じかなと思います。この柄系と、あとは、春とか秋とかに大人気なウッディも、今ちょっとお店の方に置いてなかったんですけど、ウッディもあったりとか、普段は、私も気になってたけどやってなかった、こんな感じの本当にシンプルな靴下とかもあります。早期の靴下、私大好きなのは、まあ、色も合わせやすい、服装を結構どんな服にも合わせやすいのと、色味がすごくいい感じなので合わせやすいのと、あとこんな感じで長さがあるので、私ズボンとかと靴の
間で靴下と肌の隙間が見えるのがすごく嫌いなんですけど、まあ、寒いしなんかあんま好きじゃないんですけど、長さがしっかりあるので、あのそんなところもあのいいしっていうところですね。でやっぱり丁寧に一つ一つ作られているので、そんな温かみも感じつつ、あのいろいろありますので、ぜひ見にいらしてください。あの、まあ、自分用にももちろんすごくいいと思うし、贈り物にもぴったりなので、です、あの常連のお客さんに今度こんなポップアップやりますよって言ったら、あのバレンタイン用にぜひあのたくさん買いに来ますと言ってくださるお客さんもいて、確かにそんな季節だなと、もう1月も後半ですね、あっという間に。なので、まあそんな感じでバレンタインにもいいかなと思います。はい、贈り物用の袋もちょっとなんですけどありますし、まあ、それは有料の可愛い袋もあったり、あのいつもポップグランピーで使っている普通の紙袋にちょっとリボン結んだりもしますので、そんなこともあればぜひ言ってください。はい、ということで1月31日までやっています。ポップグランピーはちらっと覗くだけ、あの大歓迎のお店なので、ぜひ気になる方ちらっと覗きに来てください。はい、自転車も通常通り試乗したり、あの買ったりできます。はい、お気軽にぜひお越しください。では今日の動画はこれで終わります。ありがとうございました。待ってます。